緊急招集ってことは何か、はあ、また出撃かよ。早朝に呼び出してすまなかった。第七小隊の諸君、先のコーデリア姫誘拐事件は第七小隊を筆頭に義勇軍の活躍、その功績が認められ我々に特別休暇が与え、よかったな。マジかよ、すげえぜ。よかったです。それだけではない。ランドグリーズ家が所有している海岸の使用も。ランドグリーズ家所有の海岸、つまりプライベートビーチで思いっきり羽を伸ばし。本当かよ。あのお姫様も粋な計らいをし、浜辺を丸ごと貸し切ろうだなんてリッチだね。ねえ、どうしよう。ロジ、私水着なんて持ってない。じゃあさ、あたいと一緒に買いに行こうぜ。あんたに。うん。海なんて何年ぶりかな。いっ、はい。準備が整い次第出発する。思いっきり休暇を満喫するように。いっ、プライベートビーチなだけあって綺麗だな。こんなに自然が残されている海辺は貴重かもしれないぞ。お、白い羽が綺麗だな。あの、ウェルキン、この水着ロージンにすごく勧められて思わず買っちゃったんだけど、ちょっと私には大胆だったかも。どうかな、変じゃない？うん、すごくいいと思うよ。本当に？え、あ、いや、その、そう、白翼カモメみたいで素敵だよ。白翼カモメ？白が鮮やかでいいよね。それって褒め言葉なんだよね。もちろんだよ。白翼カモメは僕が一番好きな鳥なんだ。そっか、ありがとう、ウェルキー。お、なにデレデレしてるんだよ、隊長さん。まったくお熱いことで。ロージー、隊長のためにそんな派手な水着着ちゃってさ、けなげじゃないか。ロージーが選んだんでしょ。こら、待ちなさい。ちょっと。兄さん。ああ、イサラじゃないか。楽しんでるかい？はい。一緒に海に来るのは久しぶりだね。はい。そういえばイサラは泳ぎが苦手だったね。浮き輪を絶対離さなかったもんな。無理に連れて行こうとすると大泣きするしね。兄さん、それは小さい頃の話です。ごめんごめん。今は泳げるようになったのかい？それは秘密です。兄さん、メルキン行ったよ。うわあ、お、隊長が転んだぜ。まったく若い奴ら元気だな。おじいさんみたいなこと言うのね。おじいさんって お前。あら、今のあなたの発言は十分おじいさんだったわ。てげよ、そういや、お前は泳がなくていいのか？私はあの子たちみたいに水着を着て走り回れる年じゃないの。お前だって俺と同じようなこと言ってるじゃねえか。あなたは入隊した時から変わらないわね。
お前の口が達者なところもあの頃から全然変わってねえよ。おほん、そういや入隊直後に仲間のみんなで海に行ったことがあったよな。ええ、みんなで貝掘り競争をしたのよね。そうそう、あの時は傑作だったよな。フレデリックのやつがズム…ダルゴ、フレデリックの話はやめて。すまねえ。私こそごめんなさい。エレノア。イサラ、パス。こっちに。イサラ、アタックアタック。は、はい。ハンス、当たってしまいましたか。あら、一人なの？いや、あたいはいいよ。相変わらず。あんたこそ、わざわざ海までついてくるなんて。まったくよね。どうせ海に来るなら、彼。へえ、あんたに彼氏なんかいるんだ。どうも。でも、私、ガリア軍をたくさん取材してきたけど、本当の仲間って。さ、行ってきなさいよ。しょうがねえな。ま、彼氏持ちの女と話しててもつまんねえし。不器用だ。あんたたち、あたいもさん。お、頼もしい助っ人が来たぞ。え、分かったよ。イサラ。はい、ロジーさん。よし、イサラ。はい。いた。あたいに当てて。どロージーさん、当たってしまいましたか。